こんにちは。電子書籍クリエイティブディレクター高橋貴子です。今回のコラボセミナーの趣旨についてお話をしてみたいと思います。今回のコラボセミナーは伝えるがテーマになっております。電子書籍も動画も伝えたい思いがあるので作っていきます。ですから最初にその思いがあって、それを伝えるために動画があり電子書籍があります。このあなたが伝えたい思いを形にする、このセオリーを学んでいただくのが今回のセミナーになっています。動画の部分は動画のスマホ動画のスペシャリスト金沢月子さん、電子書籍の方は私高橋貴子が担当します。皆様の伝えたい思いを形にするこちらのセミナー、ぜひご参加いただきますよう皆様のお越しをお待ちしております。それでは会場でお会いしましょう。